2019年12月、年末年始の休みを使ってヨーロッパに10日間旅行しました。その間、5つの国を旅行しました。1カ国目、オーストリア。2カ国目、キプロス。3カ国目、ブルガリア。4カ国目、ギリシャ。5カ国目、イタリアです。今回訪れる5つの国のうち2つ、オーストリア、イタリアに関しては過去に旅行したことがあります。他の3つに関しては今回初めてなので大変楽しみです。まずはじめにバンコクからウィーンに直行便で向かいます。フライトはおよそ11時間ほどです。それでは空港に到着しましたのでチェックインの様子からどうぞご覧ください。よろしくお願いします。
バンコクからビエナの12時間のフライトを取りまして、無事ビエナに着きました。今から空港のホテルモルシーというホテルにチェックインします。今日1日は暇なので、ビエナ、ウィーンをブラブラして、明日朝の6時のフライトなので、それまで、ゆっくりしたいと思います。Welcome to the Hotel Maxi.